中にはね、ちょうどいいことがいっぱい転がってるんです。何ですか。さあ始まりました、ちょうどええ講座。おナビゲーターはどうも、シルベスタ・スタローンです。シルベスタ・スタローン、はい、シルベスタ・スタローンのそっくりさんの親戚やったら似てるな、お前な。な、無視ですか。世の中には、たくさんのちょうどいいが転がっています。今日は、はい、転がってると思いますよ。僕がコンパで感じたん、こんなコンパはちょうどいいをお送りしたいと思います。なんか下水ですね、それ。下水くないですか。皆さん準備の方はいかがでしょうか。下水な、カンペ。下水カンペ出てきたね、これ。なんすかこれ。評価台に十字架ついてますよ。キラキラや。では、お届けしたいと思います。ちょうどええ講座ですか。コンパで見るちょうどええ講座。ああ、なるほど。もしもし、ああ、ひろこちゃん、あ、ごめんごめん、うん、久しぶり、うん、ちょっとコンパしたいんだけど、女の子何人用意できる、うん、自分合わせて4人。うん、なるほどね。ちょうどええ、4対4のコンパちょうどいいでしょう。普通やないか、それ。4対4人数合わせるでしょうが、それは、ね、ああ、ほんだらいつしようか決めていい、うん、ああ、ほんだら今度の土曜日ちょうどええ。え、金曜日よりも土曜日ちょうどいいでしょう、うんうん、なんで。いや、分かるけども、 なんでか言おうや。それちょうどええやったらね、なんでか言おう。ああ、ほんだら、土曜日な、ああ、ほんで開始時間が、うん、ほんだら夜の11時からちょうどええ、うん、え、コンパの開始時間、うん、夜11時、うん、ちょうどいいでしょう。いや、遅すぎますよ、それ。夜11時遅いでしょ、それは。絶対に終電を逃す。ちょうどいいでしょう。これは下水ぞ。下水匂いがしてきたぞ、これは。もしもし、うん、ほんならそういうことでよろしくお願いします。はい。はい。あ、なんかかけてるわ。もしもし、おう、後輩、うん、うん、コンパが決まったから、うん、土曜日の夜11時から、はい、うん、ほんでメンバーだから俺とお前と、うん、ほんであと2人、まあ、あんまりかっこよくない後輩連れてきて。はあ、やらしいな。うん、でな、まあ、相手どんな子来るか分からへんねんけど、うん、あんまりまあ可愛なかったら、もうその何ていうの、芸人が飲んでて、うん、ほんでその中にたまたま女の子がおったぐらいの気分で来て、ちょうどええ。このコンパへのハードルの下げ方ちょうどいいでしょう。お前情けない男やろ。なんでコンパのハードルって何、その前にコンパにハードルをね持っていくなよ、それは。なあ、あ、みんなよう来てくれたな、ありがとうな。そっかそっか、なるほどな。あ、でもあれ、女の子どうした。あ、一人遅れてんねや、ちょうどええ。女子が一人遅れてくる、ちょうどいいでしょう。なんで。楽しみがまだ一つ残っている、ちょうどいいでしょう。下水ね。何飲む何飲む、うん、あ、じゃあ自分、うん、カシスオレンジ、ちょうどええ。この子お酒飲み慣れてない、うん、早めに酔う、うん、カシスオレンジちょうどいいでしょう、うん、みんな耳ふさげ。自分何飲むの、うん、生グレープフルーツサワーちょうどええ。おなんで、生グレープフルーツサワーを絞ってくれる、うん、あ、グレープフルーツを絞ってくれる男子の腕の血管が浮いてるとこってなんかいいよねって絶対言う。絶対言うか。生グレープフルーツサワー女の子絶対言う、それなあ。ちょうどいいでしょ。何やねん。自分は何飲むの。20日ちょうどいい。え、がっつり陽気ちょうどいいでしょ。いや、おらへんわ。いきなり一杯目から扱い行く人いないでしょ。女性で。はい、飲み物来ました、乾杯。はい、グビグビグビ。そうそう、楽しいな、ね、うん、で君、おっぱい何カップ。ちょっと早い早い、またちょうどええ。コンパの一発目のボケ、君何カップ、ちょうどいいでしょう。いや、情けないわ相方。他にあったんちゃうかな。まだもうちょっと先でもボケれたらやろうし、一発目のボケそれですか。おっぱいのことですかね。え、名前聞いてなかったな、ごめんごめん、うん、名前聞いてないよね、うん、おっぱい。そらあかん、そらあかん、そらあかん。名前なん、あ、ひろこちゃんやな。そうそうそう、うん、で、たかこちゃん、うん、ほんで、ひとえちゃん、なるほどね、うん、ちょうどええ。なんやねん。たまたまスピードのメンバーと同じ名前。いや、覚えやすい、ちょうどいいでしょ。そらへんわ。ないわ、そんなスピードと同じのような名前って、お前それ。あ、そうかそうか、なるほど。で、みんなはどういう関係な、うん、ひろこちゃんと、うん、ひとえちゃんが同級生で、うん、で、ひとえちゃんと、うん、たかこちゃんが、うん、あ、バイトが一緒、うん、あ、ほんだらここ
ひろこちゃんとたかこちゃんは、うん、あの初対面なんや。ちょうどね、うわ、テンション上がったテンション上がった。初対面同士は連携が取りにくい、うん、切り崩しやすい、ちょうどいいでしょう。へっしゃろれ。お前は最低なこと言うてるな。女性に対して切り崩しやすいと。あ、そう。で、たかこちゃんは何カップなん。ちょうどええ、ボケをかぶすタイミングちょうどいいでしょう。相方一発目は許そう。それをかぶせるか。100歩譲って一発目許すけども、かぶせるのやめようよ。すいません、遅れてきました。ちょうどええ、前半の盛り上がりの山場にちょうど遅れてくる女子、ちょうどいいでしょう。おっぱい山場。そこが山場やったんお前なあ。で、遅れてきた子は、え、何飲むの。テキーラ、ちょうどええ、遅れを取り返す強いお酒、テキーラ。おらへんわ。おらへん、コンコンやるやつやろ。カンカンってやるやつやろ。おらんて、そんな女の子いきなりテキーラは。ね、遅れてきた子、名前なんていうの。うん、エリコちゃんだよ。ちょうどええスピードをコンプリート、ちょうどいいでしょ。それ多分偽名使われたんだよお前。偽名やお前なあ。お前らに、ね、お前らの方がレベル低くなってんのなあ。え、で、エリコちゃんはどういう関係なん。あの、ま、ひとりちゃんとバイト、あ、じゃあ、え、ひろこちゃんとバイト先が一緒か。ってことは他の二人とは初対面なんや。ちょうどええ、うん、初対面同士は連携が取りにくい、切り崩しやすい。ちょうどいいでしょ。最低や、最低やこれ。ほんでみんな、なあ、楽しくなあ、行こうやなあ。あれ、あの、あれ、実家どこなん。うん、あ、そう、あ、静岡の方やから、うん、だから今こっちで。ああ、一人暮らしなんや。へえ、ちょうどええ。ん、やらしくなく、うん、一人暮らしかどうかを聞き出す質問、うん、実家どこなん、ちょうどいいでしょう。普通に聞けや。一人暮らしかしてないか、そんなもん。一人暮らししてんのって聞きにくいってこと。そこにいやらしさを感じてる。お前だけちゃうか、それは。普通に聞いたらいいんちゃう、それね。まだやるよ。楽しくなってきたんやね。あ、じゃあそろそろ、席替えでもしょうか。ちょうどええ、席替えのタイミングちょうどいいでしょう。それは分からへんけど、じゃあ普通に席替えしても面白くないんで、席替えゲームをします。まあそういうのいいよ、席替えゲームというのはまず男性陣が端の袋に自分の電話番号だけを書きますね、うん、で書きます、うん、でその4枚を混ぜまして、で女性陣が1枚ずつ引きます、はい、そして女性がその書かれている電話番号に、自分の電話で電話をかけます。でその電話が鳴った男性の左横に座ってください。これが席替えゲームです。ちょうどええ。ゲームでも何でもないやん、それなあ。楽しくゲームをしながら無理なく電話番号をゲット。席替えゲームちょうどいいでしょ。何これ。はい、席替えしました。皆さん席替えしましたね。したんですね、はい、あ、ちょっと私トイレ行ってきます。あ、私も、じゃあ私も、うん、あ、トイレ行った。席替え室で全員トイレ行ってめっちゃ嫌やったんじゃん、その席替え、ね、全員行ったでトイレ。女性陣がな、みんななちょっとトイレ行ったから、今の間にちょっと感情見てて。今なんぼ行ってる。え、なんぼ行ってる。ちょうどええ。女性陣がトイレ行ってる間に感情チェック、ちょうどいいでしょう。ゲッス。そんな時見る、お前。あ、そうか、そんだけ言ってるから。じゃああれやな、女性陣からは1000円ずつもらおうな。1000円ずつもうたらええやんか。ちょうどええ。え、おごるのではなく1000円ずつ女性陣からもらう、ちょうどいいでしょう。ゲスい、かっこ悪い。じゃあゲスやん。ゲース公共広告機構行ってこい。じゃあ俺もちょっとトイレ行ってくるわ。ちょうどええ。このタイミングでトイレに行くと、トイレから帰ってくる女子と廊下ですれ違える、ちょうどいいでしょう。ああ、これようやっとんなお前。あれ、キョロキョロしてますけど。キョロキョロしてるのはなんで。ちょうどええ。このタイミングで、うん、他のお客さんも物色する、ちょうどいいでしょう。ゲッスなんだお前は。そんなに女が好きなんだ。もう女とやりたくてしょうがないんだ。言うてもって、俺やりたいとか。女子を抱きたくてしょうがないんだ。ね。ああ、
うん、廊下で高子ちゃん大丈夫、ごめんな飲ますすぎて、うん、あのちゃんね俺はなそんな飲ます気なかったんけどな、うん、みんながまあノリでな飲んでしまうしゃあないやんか、うん、もう今から飲まんでええで、うん、水とか飲んどき、うん、なそれでいいから大丈夫だから、うん、ちょうどええ、うん、廊下での優しさアピールちょうどいいでしょう、うん、高子ちゃんが狙えないよね君はね。それさあそろそろ帰ってきましたよ。そろそろ帰ってきました。もう、そろそろ、夜中も3時なんで今晩終わりましょう。3時に終わんの？ちょうどええ。ちょうどええ？コンパの終了時間、うん、夜中3時ちょうどいいでしょう。うわこれはもう始発までにちょっと時間があるからなんかしようというもう抱くことしか考えてない。そういうことですか、ね、じゃあ最後にプチゲームをしたいと思います。プチゲーム、まあこの人とだったら、うん、あの一緒に帰ってもいいかな、二人きりになってもいいかなっていうのを一斉でみんなで指さしましょう、うん、でその指さしたもん同士、うん、まあ、まあ一緒になるのもよし、うん、でまあそれはね当人同士、まあ、帰るもよし、うん、別バラバラ帰るもよし、それは当人同士決めましょう、うん、で最後に指さしゲームしましょう、うん、ちょうどいい、最後の仕切りちょうどいいでしょう。いやその前にそれ何のゲームなのそれ。それからゲームって言うやつは全部ゲームじゃないんじゃないのそれ、ね、じゃあいくよ、みんな指さします、せーのドン、うん、女性陣みんな俺なんや、ちょうどええ。謝れちょうどええ、ちょうどええに土下座せえお前。何を言うてんねんお前、何にもちょうどよくないぞ。ネタやん。ネタじゃない。ネタじゃない。あの最後のその指差しゲームで全員俺刺したっていう以外は全部ほんまやんか。そこだけほんまや。全員が自分指さすんだ、嘘やんか。いや全部フィクションだよ。ファンタジー、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 夢と冒険とファンタジー感じるかそんなもんお前。なかなか下水のやりましたね、そんなこと毎回やってるんですかコンパで。いや、やってる。いやでもこれはもうそれネタですから。ネタですか。これ参考にしてくださいね。いやちょっと、いや参考やないんかね、参考するとこ一個もないんやけど。もう一般のコンパよりレベル低いねお前。それは熱感テキーラよろしくお願いします。いやおらへんってね。そんな女の子。いや子供3人もおんねん。あしー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 じゃないやんか。いやみんな知ってるよそれ、子供3人おんねんからさ。上の子なんか小学校2年生やで、もはぁはぁじゃないよ。小学校2年生のね上がおって、で3人子供おるわけでしょ。コンパ言うてる場合じゃないですよあなた。